そして日系人がその大量にですね、異なる文化あるいは社会において適合あるいはそこで新しい文化を創造したというこういう歴史をですね、語り継ぐことってこと、語り継ぐことはとてもこの日本の国際化にとってあるいはその日本社会が誤った方向に行かないためにも重要だというふうに考えます。でまたもう一つは今後の100年においてですね、きっとこの日系人が日本と、まあ、ますます重要、国際的に重要になるブラジルとの間の架け橋あるいはそれをつなぐですね、重要な、まあ、仲介者となることが、まあ、期待されますし、またそうなるというふうに確信をしています。でそういう意味でも、まあ、移住 100周年にあたってですね、もう一度この日本のそのブラジル移住あるいは日系人とのブラジルでの活動について考えることはとても有意義なことだというふうに考えます。ちょっと非常に大きなテーマなので、急いであるいはその早口になりましたけども、私の考えを述べさせていただきました。ありがとうございました。